さんこんにちは、ペルーです。田澤です。今回は6月の日本代表の活動2試合、素晴らしい力強い、日本代表のサッカー、プレーパフォーマンス見せてくれましたので、まあ、本当にね、2試合目のペルー戦に関して言うと、まあ、これほどまでに強い南米強豪を相手に試合巧者ぶりを発揮して、決定力の高さを発揮して解消してしまうような日本代表は、まあ、個人的には想像しておりませんでしたので、まあ、私自身の想像をはるかに超えていくような急成長の、日本代表を見せつけてくれて、まあ、本当に嬉しい限りで期待感しかないですけれども、まあ、今回の動画に関しては少し、ピッチの中ではなくてピッチ外の、まあ、改めて日本代表の今のチームであったり、日本代表の選手たちが、まあ、日本の社会全体のロールモデルになれるぐらいのもう価値を、持ち始めているなと感じておりますので、サッカーのレベルだけではなく志の高い今の日本代表のチーム選手たちの社会的な価値についてお話ししたいと思います。まずは今回の日本代表、26名のうち海外でプレーする選手が22名ということで、国内組が4名しかいないような現状ですし、まあ、それはね、もう日本代表のチーム編成上は、まあ、ここ数年ずっと続いていることですし、まあ、しかも、その海外組、ヨーロッパ組が、基本的にはどの選手も、自分のチームでしっかりと、レギュラーポジションを掴んでいる選手ばかりということで、まあ、本当にね、個々人のレベルアップ、たくましさは、日本代表のチームとしてのチーム力、それからサッカーのレベル向上に大きく貢献していると思いますけれども、まあ、今日本代表がそういうチーム編成、になっている前提条件、環境条件としては、やはり、今、世界のサッカーの中で、ヨーロッパのサッカー主要5大リーグが世界のサッカーピラミッドの中で頂点に君臨しているからということではありますので、まあ、日本だけではないですけども、基本的に世界中の選手たちがヨーロッパの5大リーグ、そしてチャンピオンズリーグ出場を目指すというような構図になってますので、まあ、日本の中でも、もう子供の頃から、海外でのプレーを夢見て憧れてということで、まあ、ただ、ね、プロになるルートは、日本の国内で育ち J リーグに入って、まあ、そこで数年活躍して、まあ、できれば10代、そしてまあ20代前半で、海外に移籍をしていくというようなルートになってますけれども、まあ、言ったら、日本のサッカー少年少女たちのマインドセットがもう完全に外向きになってますので、まあ、これは日本の社会の中でも、まあ、これは少しね、内向きになっている日本の社会構造、そしてメンタリティ、マインドセットと少し違うのかなと思ってますし、まあ、だからこそ、今現時点でも、それから、今後より日本代表の、チームや、それからサッカー選手、まあ、しかもトップレベルのサッカー選手たちのマインドセットが社会的な、価値を持つんじゃないかなというふうに思っています。まあ、例えば日本代表の中でも久保建英に関して言うと、10歳で FC バルセロナのスカウトの目に留まり、まあ、現地でセレクションを受けて、まあ、10歳にして FC バルセロナのラマシア、下部組織に入団をしということで、まあ、そこでね、10歳から15歳までの約5年間を過ごしてますので、日本国内で、育ってきたような選手ではないと思いますし、むしろね、もう今や日本人以上にスペイン人のメンタリティを持ってラリーガで活躍している選手だと思ってますし、まあ、言ったら久保は少しね、特殊な、育成法、育成ルートで育ってきた選手ですけれども、まあ、それ以外、まあ、三笘のように、ここまで J のアカデミーで育ち、そして大学を経由して、まあ、22歳でプロになるといったね、まあ、世界的に見たら遅咲きの、プロデビューの選手がここまでプレミアリーグの中堅クラブとはいえ、まあ、素晴らしいサッカーを昨シーズンしたブライトンの中で主軸になった、ケースもあるわけですから、まあ、なかなか世界的にここまで、遅咲きで数年でプレミアリーグのトップレベルの選手に到達してしまうような急成長を遂げる選手はいないと思いますので、まあ、裏を返せばそれだけ三笘が地道に戦略的に、まあ、日本にいる時から、まあ、大学時代から、プロや海外をね、意識して、まあ、そのための体づくりであったりとか、まあ、英語の勉強、ピッチ外での適用に向けた準備をね、入念に行ってきたというところがあるかと思いますので、まあ、もちろん選手個々人のここまでのキャリア、パスで見ていくと、まあ、本当にそれぞれ全く異なるルートを歩んできているんですけれども、まあ、ただ相対的に、もう今や日本のサッカーの、まあ、サッカー少年少女たちは当たり前に J リーグが身近にあり、そして海外サッカーも当たり前に視聴できる環境にいますので、まあ、日本の国内 J リーグでプロになることはもちろん夢見てますけれども、当然その先には、海外ヨーロッパでプレーすること、まあ、具体的に小学生であってもチャンピオンズリーグで、プレーしたいというような夢をね、しっかりと公言できる子が増えてますので、まあ、そう考えるとかなり、サッカーをやっている、子どもたちの海外志向は高いというところが言えるかと思いますし、まあ、一方で、日本の社会構造自体を考えると、まあ、今やこれだけ残念ながら円の価値が目減りをして円安になってますので、まあ、今日先ほど見たところ1ユーロ156円ということで、まあ、普通に両替をしたら160円を超えてくるような今や、
円安が、もう加速しまくってますし、まあ、長年日本の経済成長を支えてきたと言っていいでしょう。いい大学に入っていい企業の内定をもらって、まあ、そこで終身雇用の中で、60歳65歳まで、一つの企業で勤め上げてリタイアしていくというような安定志向のキャリアパスが、まあ、完全に崩れかけているというよりも崩れていると思いますので、今やね転職が当たり前で自身の価値を、自分のいるね市場マーケットの中で晒しながら、転職パスへを行かなければいけないような厳しい時代にね、まあ、もしかすると人によってはそれがいい時代という表現も使えるかと思いますので、まあ、とにかく労働市場の中での流動性は高まっていると思いますけれども、まあ、言ったらサッカー界はその先駆けというぐらいに流動性の高い労働市場ですので、まあ、自身のキャリアの中で、まあ、一つのクラブだけで、終えるようなワンクラブマンはなかなか本当にね、今のサッカー界の中では希少価値も高すぎる存在になってきてますし、まあ、どんどん移籍をしていった方が、まあ、自身のサラリーや、価値も上がっていくような市場環境になっていますので、まあ、当然ながらね、どんどん数年ごとに移籍を繰り返していくような選手が、まあ、逆に増えていってる現状だと思います。まあ、そういう中で言うと、まあ、プロになった時、社会人になった時から自分の価値強み、それからね、課題もしっかりと認識しながら自分の価値を個人として、高めていくことができる選手が最終的にはステップアップしていく、そういうキャリアを築いていけるんだと思いますので、まあ、それを22歳になったばかりの久保や、まあ、26歳まだまだキャリアの先が長い三笘のような選手が、すでにねもう達成できているわけですから、まあ、そこは多くの日本人の、ハートをつかみ、そして勇気を与えるような彼らのキャリアになってるんじゃないかなと思いますし、まあ、言ったら大リーグの大谷翔平選手もそうですけれども、大リーグの中であれだけ、圧巻のパフォーマンス結果を出して、まあ、そして今やもうスポーツの枠を超えて、まあ、日本のメディアの中で報道されているというところは、まあ、単純に大谷翔平の選手としての凄さのみならず、やはり彼が持つ、彼のキャリアの歩みプロセスが持つ社会的価値があるからこそだと思いますし、まあ、それは日本代表のサッカーの選手たちにも同じように言えるんじゃないかなというふうに思っています。緩和球大である本を紹介させていただきたいんですけども、こちら、サッカーバカ海を渡るというね、2009年に私の、知人同士でもあります、当時スペインバルセロナに、留学をして、まあ、ライターの活動をされていた川内伊代さんが、出版された本ですけれども、まあ、ここで私も、取り上げていただいてるんですが、なんと、この本ですね、スペインサッカーに魅了されて実際にスペインに暮らしてしまっている日本人15名、それプラス、まあ、スペインサッカー界で働くスペイン人10名に、それぞれ25名の、それまでのキャリアや、現在の仕事ぶりについて、ルポ形式で書かれている、本なんですけれども、まあ、その中の帯で、この動画でも毎月出ていただいている木村博次さんが、帯を書かれてるんですけれども、スペインへ旅立つあなたの恋は明らかに無責任で、育児がなく計画性にも欠ける。日本で戦っている人間から見れば逃避に過ぎない。でもそうした非難を引き受けても海を渡る価値は、俺にはあったというような、帯が書かれていて、まあ、木村さんらしい愛情たっぷりの、帯にはなってるんですけれども、まあ、言ったら日本の社会全体が、国自体が、まあ、相当ね少子高齢化で厳しくなってきていると、経済的な豊かさもなくなってきていますし、まあ、その中で若者が、無計画に海外にね行ってしまって、海外留学や海外移住できるような、まあ、経済的な余裕が本当になくなっていると思います。まあ、私も今もし20代であったらそんなことが、できたかなと思うと多分できないと思いますし、まあ、本当にこれだけ円安でユーロが高いと、まあ、留学費を工面することなんて到底難しいですよね。まあ、ちょうど昨晩、スペインのバレンシアで留学時代の仲間と、飲んできたんですけれども、まあ、本当にちょうど20年前ですよね。20年前に出会った仲間たちが、まあ、いろんな話をしてましたけど、まあ、本当に20年前だからこそ、あんなに無計画に無茶に留学できたよねというような話をしていたんですけれども、まあ、私以外の3人は、大学生で学生の海外留学でしたけれども、私の場合は社会人を一度経験して、単身で、脱サラをして、何の計画性もなくスペインに移住してしまって、まあ、これから生活どうしましょうというような状況の中でスペイン生活スタートさせてましたので、まあ、それでもなんとかここまで、サッカーの仕事をし続けて生き残っているというような、ある意味奇跡ですけれども、まあ、もちろん失敗しないための計画性であったり戦略性、非常に重要だと思いますし、今本当に余裕がない時代、社会だと思いますので、ミスをしない、失敗しないための生き方、まあ、そしてコスパのいい生き方というのはとても重要な、生き方だとは思いますけれども、一方で、まあ、なんとなく日常生活の中でモヤモヤしている、そして現実逃避したいというような思いで、まあ、奮起をして海外に行ってしまうというような生き方も、まあ、それはそれで寄り道文化として私は肯定してあげたいな、認めてあげたいなと、まあ、自分がそういう、人間でしたので、まあ、だからこそ、最低限やはり、内向きの思考ではなくて、外向きに
まあ、常にアンテナを高く感度高くね、バイタリティを持って生きることは難しいかもしれませんが、少なくとも、もう今生きている世界現実の中だけで、世界を知った気にならない知れないというところは、認識するべきだと思いますし、まあ、自分が何も分かっていない知っていないことを知るということも重要だと思いますので、まあ、スマホの中で全て情報が取れて完結するような世界ですけれども、実はそれはタコツボ化された狭い世界でもあると思いますので、まあ、そういうことを知るということは火の中の蛙にならないことはとても重要だと思いますので、まあ、そういうマインドセットメンタリティを、まあ、本当に今の日本代表の選手たちは誰もが内向きではなく外向きの、海外志向を幼い頃から持って、憧れて、本当に自分の足で意思で、外に出ていった選手ばかりですので、まあ、選手によっては当然ながら J リーグでもらっていたサラリーの方が良かった、環境の方が良かったでしょうし、まあ、そういうものを捨ててパッと外に出ていけるような、決断力も含めて本当に我々日本人が、日本社会全体が、ロールモデルにしていきたい価値ある選手たちチームじゃないかなというふうに思います。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。サラープロキシマ。